ブロントサウルス、ブロントサウルス、ブロントサウルス、古代ギリシア語のベータローニュータウシグマアルファー、ローで、雷と影を意味するは、代表的な巨大竜脚類恐竜の属の一つ。模式種ブロントサウルスエクセルススビーエクセルサスは長い、アイダーパトサウルスと同一視されていた。最近の研究では、ブロントサウルスは、アパトサウルスとは分けられ、ビーエクセルサス、ビーアンダーソピン。 そしてビーパルバスの三種でなると考えられている。ブロントサウルスは長く薄い首と小さな頭を持っており、植物植生に適応していた。強靭で重い死し、長い無のようなを備えていた。多様な種が、ジュラキ後期のローレンシアの森リソン層で暮らしており、ジュラキの終わりと共に絶滅した。生態は、体重約15トン、全長22メートルと推定される。 竜脚類の原型として、ブロントサウルスは最もよく知られた恐竜の一つであり、映画、切手、その他様々なメディアで題材にされてきた。ブロントサウルスは、巨大竜脚類のクレードの一つ、ディプロドクス科のメンバーである。同化には、ディプロドクスやスーパーサウルス、バロサウルスのような地上最長最大級の動物たちが含まれる。ブロントサウルスはその中でも、アパトサウルスと共に、 アパトサウルスアカを構成するが、他の未命名の属も含まれる可能性がある。マーシュは、アトラントサウルスの仲間として、ブロントサウルスを記載し、アトラントサウルス化に含めた。これは、現在使われていない、分類群である。1878年、マーシュは、アパトサウルス、ブロントサウルス、アトラントサウルス、モロサウルス、カマラサウルス、 ディプロドクスでなるそのトガをアモクのランクに引き上げようとした。彼はそれを竜脚類の中に分類した。1903年、エルマーリグスは、竜脚類という名前は、先に命名されたオピストコエリアのジュニアシノニムであると指摘し、アパトサウルスをそのメンバーとして再記載した。ほとんどの論文著者は依然、その分類群名として竜脚類を用いる。 1879年のマーシュによる元気祭のブロントサウルスは長い間アイラーパトサウルスのジュニアシノニムであると考えられてきた。模式種エクセルススダネは1903年にアパトサウルスエクセルススに再類された。しかし2015年のイギリスとポルトガルの共同研究チームの調査によりブロントサウルスはアパトサウルスと区別されると結論付けられた。にもかかわらず すべての古生物学者がこの見解に同意しているわけではない。同じ研究で、二つの異なる種も、再分類された。一度アパトサウルスと、エオブロントサウルスとされた種が、それぞれブロントサウルスパルブスブロントサウルスパルバスと、ブロントサウルスヤナピンブロントサウルスヤンダーソピンになった。一家は2015年のチョップとベンソンによる、リプロドクス化のクラドグラム。 以下のクラドグラムはチョップラによる2015年の分析結果。被災者らは、ほとんどのディプロドクス類の標本を別々に分析し、どの標本がどの種及び属に分類されるかを推論した。ブロントサウルスの頭骨は、まだ見つかっていないが、おそらく近縁のアパトサウルスに似た頭骨だったと思われる。他の竜脚類のように、頸椎上面には深い溝があり、地帯の棘を。 形成しており、その結果、首が幅広く深くなっている。脊椎は十五個の頸椎、十個の銅椎、五個の仙椎、八十二個のおしいからなる。ただしおしいの数は、種内変異が認められている。頸椎は、他のディプロドクス類よりも太く頑丈だったが、アパトサウルスの成熟個体ほどではない。首肋骨は脊椎に融合していない、あるいは強く接してはおらず、むしろゆりぃ 十個のあばら坊音は胴体の側面にまんべんなく存在した。大きな首は空気で満たされた機能により軽量化されていた。ブロントサウルスはアパトサウルスのように脊椎に高いトゲトッキを有していた。これらは個々の椎骨の半分以上の高さがある。尾の形状はディプロドクス類としては異常で比較的華奢で腰から先のトゲトッキが急激に減少する。 ブロントサウルスはまた他のディプロドクス類と比べ非常に長い薔薇骨を持ち、それにより非常に胸の位置が深くなっていた。他のディプロドクス類同様、尾の先は無知のような構造になっている。肋骨はまた非常に頑丈な作りである。前足の骨も健固で、大腿骨はカマラサウルスに似ており、B エクセルサスのそれはアパトサウルスエイジャックスのものと見分けがつかない。 チャールズ・ギルモアは1936年に以前の復元では頭骨と尺骨が交差する可能性があると誤って診断していたと発表した。ブロントサウルスは単一の大きな鍵爪を両方の前足に備えていた。そしてすべての足において最初の3つの指先に爪がついていた。これは一頭の竜脚類に対して保存された爪の数としては今も最大数として認められている。 前足の単一の鍵詰爪は緩やかに曲がっており、末端で垂直に短縮されている。腰の骨は頑丈な腸骨というした地骨と座骨で構成される。頸骨と肥骨はディプロドクスの華奢なものとは異なっているが、カマラソウルスのものには非常によく似ている。肥骨は頸骨よりも細く長い。1879年、オスニエル・チャールズ・マーシュは巨大で、 ほぼ完全な竜脚類の頭骨をバイオミング州コモグラフの森村層で発見したと発表した。彼はそれを親族新種として記載し、ブロントサウルスエクセルスブロントサウルスエクセルサスと命名した。エルマーリグスは1903年のジョバロジェクルシリーズオブザフィールドコロンビアミュージアムにおいて、ブロントサウルスはアパトサウルスと族を分けるほどの違いに格とし、 ブロントサウルスエクセルススをアパトサウルスエクセルスス、アパトサウルスエクセルサスと改めた。リグスはこのことから、両族は動物異名であるかもしれず、ブロントサウルスはアパトサウルスよりも後に命名されているためシノニムであると主張した。それにもかかわらず、アメリカ自然史博物館に標本を設置する前、ヘンリー・フェア・フィールド・オズボーンはマーシュの反対者であったが、 骨格にブロントサウルスのラベルをつけた彼がリグスの発表を知らなかった可能性もある。1905年、同博物館は世界初の竜脚類の組み立て骨格を公開した。それは主にアンニ460を元に作られた複製で種はブロントサウルスエクセルスとされた。アンニ標本は非常に完全であり、足首から先、腰、肩甲骨、 オシーを書くだけで、それらは他の標本から補われた。オシーは明らかに足りなかったが、にもかかわらず、マーシュは、あたかもそれが真実あるかのように見せかけた。さらに博物館は、この巨大生物の頭骨のように見えるような彫刻モデルを骨格に設置した。ディプロドクスのような繊細な頭骨がより正確であることがわかっているが、三つの異なるサイトのうち、最大で、 最も厚く、最も頑丈な頭骨、下顎及び歯を持ったものに基づいていた。その頭骨はカマラサウルスのものに似ていた。当時、保存状態の良い頭骨が唯一知られていた、竜脚類である。その組み立て骨格はブロントサウルスの頭骨を探さなかったアダム・ハーマンによって復元された。ハーマンは頭を手作りすることに尽力した。 オズボーンは、頭骨の大部分は、モロサウルスモリソリス、現在のカマラサウルスを元にしていると公表した。1909年、アパトサウルスの頭骨が、カーネギー採石場の国立恐竜記念公園の最初の探検で、アール・ダグラス指導の下、発見された。その頭骨は、骨格から数メートル離れた場所で見つかり、アパトサウルスロイサエアパトサウルスルイージーと、 記載された。CM11162 とナンバリングされ、リプロドクスの頭骨と非常に似ていると考えられた。それは、ダグラスとカーネギー博物館のウィリアム・ホランドや、オズボン・トータの科学者たちによって、アパトサウルスの標本であると確認された。ホランドは1914年に、米国古生物学会に提出された、リグスの学説を擁護したが、 カーネギー博物館ではその頭を使わずにいた。彼はオズボンとの対立を避けようとしていると思っていた。人もいたが、ホランドは頭骨と骨格の関連性の確認を待っていたらしい。ホランドの死後、1934年にカマラサウルス頭骨は博物館スタッフにより取り替えられた。ル・ピ p ボディ博物館で1931年に骨格が組み立てられた。 その頭骨の特徴はすべて他の種類のものだった。当時、ほとんどの博物館がカマラサウルスのキャストを使っていたが、ピーボディ博物館は、それとも完全に違う頭を複製した。化学骨はカマラサウルスのものを元にしており、それ以外は1891年のマーシュのイラストに基づいていた。その頭骨は前に突き出た尾骨を持っており、いかなる恐竜とも全く違っていた。 また、側頭窓もイラストを元にしており、どの頭骨とも違っていた。1970年に、ジョンスタントン・マッキントッシュとデビッド・バーマンが、リプロドクスとアパトサウルスの頭骨を再記載するまで、アパトサウルス赤の頭骨について言及されることは、なかだ。ホランドは、自分の意見を発表したことはないが、ほぼ間違いなく、アパトサウルスとブロントサウルスは、 ディプロドクスのような頭骨を持っていたことが分かっていたと、マッキントッシュらは述べた。彼らは長い間ディプロドクスに関連すると考えられていた、多くの頭骨はアパトサウルスのものかもしれないとし、密接に関連する脊椎に基づいて、複数の頭骨をアトサウルスに再同定した。1979年8月20日、マッキントッシュとバーマンによる記載の後、 アパトサウルスの頭骨が初めて博物館の骨格に設置された。カーネギー博物館でのことである。1995年、アメリカ自然史博物館もそれに従い、骨格を組み立て直した。ラベルもアパトサウルスはックスに変えられ、音頭骨は ALEG に基づいて復元された。20世紀のほとんどの古生物学者たちはリグスに全面的に同意し、 アパトサウルスとブロントサウルスの種は、すべて単一の属に分類されると信じていた。国際命名規約に従い、より後に命名されたブロントサウルスは、学術的な使用は無効であるとされてきた。しかしながら、ロバート・バッカーは1990年代に、a a ックスと a e クセルサスは、実際に和属を分けるに、十分なほど異なっていると主張した。2015年に、 エマニュエル・チョップ、オクタビオ・マテウス、ロジャー・ベンソンは、二族の関係について、広範な研究を行い、ブロントサウルスは確かに、アパトサウルスとは異なる、流脚類の有効族であると結論づけた。彼らは族と種の違いをより客観的に評価するための、統計的手法を開発し、ブロントサウルスの有効性を指摘した。K-3 の配属の二股になったトゲトッキの間の、幅が、 ブロントサウルスではかなり狭いのに対し、アパトサウルスでは明らかに広くなっていることや、骨盤と頭骨の違いについてが指摘された。彼らは、二つの元アパトサウルスの種、エーパルバスと A アンダーソピンをブロントサウルスに再分類し、ブロントサウルスエクセルススを元に戻した。マイケル・デミック・マイケル・デ E ・ミックは、批判を下した。ドナルド・プローザーは、 この研究に対するマスコミの反応を表面的かつ早すぎるものとして批判した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。